どうもこんにちは、そちろです。今回の動画なんですけども、今回の動画は僕個展やりますっていう動画になっております。よろしくお願いします。はい、カフェヌックさんで、ソロエキシビション個展させていただきます。場所は代々木です。こちらプロントさんの前の通りをですね、まっすぐ行く形になります。そして右手にマクドナルドが出てきましたら、そちらを、左に少し路地の方に入っていくんですね。そしたらなんとこちらにカフェヌックさんが現れます。こちらで個展をさせていただいております。7月25日から8月6日までの期間ですね、やっておりますので、ぜひ、東京の方は来ていただけると嬉しいです。内装こんな形になっております。グリーンの壁にですね、作品を飾っているという形なんですけども、こちら僕のプロフィールになります。こんな感じで活動していますよというのも書いてありますので、ぜひ、一読お願いします。そして今回って言ってしまった今回のメインのシマリスさんです。リスさんがですね、とってもちょっと表現、したいなという動物だったので、こちら書きました。後でまたゆっくり解説していきたいと思います。はい、内装を見させていただきます。内装こんな感じです。まず、1枚目チンチラさんがですねお出迎えしてくれるというところになっております。この原画、なかなか見る機会ないと思うので、ぜひ、見ていただけると、コーヒー、美味しいコーヒーありますので、美味しいコーヒー、美味しいハーブティー、こちらをすすって、まあ、すすって言い方あれやな、飲みながら、見ていただけると嬉しいです。はい、振り返るとこちらにはポストカードが並んでおります。1枚300円で販売しております。胸にハートがある動物たち、僕が描いているんですけども、胴体が花で描かれていて、で、胸にハートがあるっていう作品のスタイルになっております。こんな感じのですね、動物がダダダダダッと、ダダダダダッと展示しています。中でもですね、このハリネズミさん、これ花ネズミさんっていうタイトルにしてるんですけども、花ネズミさんがすごい人気で、ありがたいことに花ネズミさん推しになってるんですよね。ポストカードも、はい、レターセットも、はい、アートパネルも花ネズミさん一応作っております。こんな感じのですね、ラインナップでお送りしていきたいと思います。こちらがですね、アクリル板に描かれている花ネズミさんで、すんごいどこに飾ってもなんかいい感じのおしゃれになるっていう感じのやつをちょっと作っちゃいました。さて、カエルさん、ダックスフンドさん、トラさん、ウサギさんっていう形で、展示しているんですけども、こちら最新作ですね。うさぎさん、立ち耳のうさぎさんを描いてほしいという、リクエストが結構多かったので、僕今回描かせていただきました。そしてこちらには奥の方に2作品、ハムスターさん、こちらの歯、自分の歯と持っているというスタイル。そしてキツネさん、キツネさんはもう花に同化しちゃっているっていうスタイル。こういう作品もいいんじゃないかなっていうふうに思っております。カフェのマスターもですね、とっても優しい方で、そして気さくな方で、馬描いてほしいっていうふうに、言われました。今度馬描きます。そして、個展のタイトルがモノクロセカンドという形です。あ、これなぜインスタグラムの QRL をアップしてるっていうと、スクショタイムです。はい、インスタグラムの宣伝となりました。すみません、宣伝投げよっていうコメント、ご意見すみません。でもいい作品ばっかり載ってるんです、お許しください。はい、戻ってきました。そしてこちらがメインの展示になるんですけども、自分のプロフィールの横にですね、シマリスさん書かれております。タイトルはですね、ハートオブゴールドという優しさという意味ですね。こちらのタイトルとさせていただきました。ハートを食べて蓄えて、ほっぺの中に蓄えて、リスさんというのはその蓄えたものを隠して、地面に隠したりとか木の中に隠したりとかっていう習性があるんですけども、ハートを蓄えて、でそのハートを地面に植えて、愛とか愛情とかがそこから 芽が出て育っていくといいなっていう思いでこの作品を作りました。
バラですね。バラの花もガーベラの花もポジティブな花言葉があります。そういう意味合いも込めてこちら書かせておりました。おりましたというか書かせていただきました。左の黒い部分とか丸とか線とか書いてあるんですけども、こちらは北条家の無常歌方の部分とかを表現させていただきました。ありがたいことにたくさんの方々から可愛いというお声をいただいております。ということで僕の個展、皆さんぜひ来てください。ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。さようなら。